マルオッツのトカゲはイグアナカツのトカゲ属に分類されるトカゲ。アメリカ合衆国、メキシコ全長7から13センチメートル。体側面にだ状のウロコはなく滑らか。尾の基部は幅広いが、途中から急に細くなり断面は丸くなる。後頭部には短い角状のウロコがある。規定が砂や砂礫のアレチ等に生息する。中高性 危険を感じると体を平たくして相手をやり過ごす。食性は動物食で主にアリを食べる。繁殖形態は卵生。5月に交尾し、6から7月に1回に約9個の卵を産む。卵は7から8月に孵化する。ペット用として流通されることがあり、日本にも輸入されている。流通量は族内では砂漠のトカゲについて多いが、 大量には流通しない。飼育は難しい。テラリウムで飼育される。小型種ではあるが、低面積を重視した個体に対して、大型のケージを用意する。床材として、細かい砂を潜れるように厚めに敷く。強い光を好むため紫外線照射量の多い、フルスペクトルライトやメタルハライドランプ等を点灯する。また小型の電球をケージ内の一部に照射し、 高温になる場所を作る。水容器は設置してもそこから水を飲むことは少なく、湿度が上昇するため基本的には設置しない。給水は朝や照明を点灯した際に、ケージの壁面に霧吹きをしたり、口先へスポイトを使って直接与える。餌はありに限定されないが小型のコオロギ等を大量に与える。餌にはカルシウム剤等のサプリメントを振りかけて、 栄養価を上げる。ありがとうございます。